お疲れ様です。今日6月23日、今日もね、山本太郎さんの言葉、もしくはそのエピソードについてどんどん更新をしていこうかと思います。今回も山本太郎さんの動画は別に出てくるわけではありません。多分ね、世の中に多く出てくる山本太郎さんの動画、令和新選組関連の動画って、なんか切り抜き動画だったりとか、その切り抜き動画をちょっとテロップつけたりとか音楽つけたりとか、わかりやすく表現してくれるのが多いと思うんですよ。で、少しだけ、発信者のコメントをね、入れるのもあると思います。例えば、虎次郎さんとかね、それから、伊達さんとかね、ああいった方はコメントとともに、令和新選組の動画をこうクリップしてるのがあると思いますけども、まあ、私の場合はね、なんか一人でこうやってね、山本太郎さんのこと喋ってるみたいなのが結構多いと思うんですよ。また新しい切り口で、令和新選組とか山本太郎さんとかね、あとは、それに対してどういうふうに自分が、育まれていくのかってことを、見ていこうかなってことでございます。今回は、山本太郎さんと信頼関係、信用ってものですね。こちらの方に私なりの考え方をお示ししていきたいんですけども、信用ってどういうことかっていうとね、やっぱり、信じられるのは自分だけだとかね、あの人は信用できないとかって様々あると思いますけども、私の場合はね、どう人を信用するかっていうと、この人にだったら持ってかれてもいい、この人にだったら嘘をつかれてもいいと、そのぐらい信用してますよっていうことが信用だっていうふうに決めてるんですよ。で、令和新選組の山本太郎さんは、政治だって信用しちゃダメですよ。政治家なんて信用するもんじゃないよ。嘘をつくよ。変わるよ。っていうふうに言うわけですよ。だから自民党にしても立憲民主党にしても、令和新選組だって信用しちゃダメだと。山本太郎だって信用しちゃダメだって言ってますよね。それは分かった上で私はあえて言いますけども、山本太郎さんが掲げてることってのは実現しないかもしれないんですよ。実現させようと思ってね、頑張ってますけどね。もしかしたらダメかもしれないんですよ。それは山本太郎さんがね、嘘つきとか力不足とかね、いろいろとあると思いますけども、それでもいいと、やれるだけやったんだと、この男と一緒に燃え尽きたんだという人生を私は確実に手に入れられると思うんですよ。そういう生き方ぐらいはしていかないとね、この真実のない世の中に何も残せないと思うんですよ。私はだから、結果的にはダメだったかもしれないけども、でも実現に向けて俺たちやったよねと、もうこれはやりきったよね、無駄死にじゃないよねっていうふうに思えるような人生だったら、まあ、笑って死ねるかなと思います。もちろんね、目標達成した方がいいんですよ。目標達成をして、政権交代して、すべての人の、奨学金をチャラにしてね、消費税を廃止にして、もう何もかも原発もなくなりました。やった！これが一番いいんですよ。でも、現実、今まで、脈々と長い時間をかけて、多くの人が固めてね、自民党っていう強固な基盤を作って、それこそ野党になった時は、もうなんかね、ギャングみたいな方法で政権取り戻しましたからね。そのぐらい自民党っていう壁は厚いし、GHQ の資金も入ってるし、CIA からの援助もあるし、今ではね、統一教会からも援助もあるし、もうね、世界が自民党を固めてるんですよ。しかも国内にも自民党に利する人もいてね、経団連とかね、原発の利権とかね。もう、令和新選組の私たちがいくらね、固まったところで、もしかしたら多勢に無勢でどうにもなんないかもしれないんですよ。でも一矢報いたよね。そのぐらいはできるんじゃないかなと思うんですよ。最近ね、こういうふうに思うんですよ。勝てない勝負をしない男が増えたなと。確実に勝てる、確実にもらえると思ったことしかやらない。そんなつまらない人間が増えたんじゃないかなと思うんですよ。いや、あえてつまらないって言いますけどもね。ダメかもしれないけどやってみるっていうのが私の全ての行動原理なんですよ。だから、うまくいきそうなやつはどっちかっていうと、後回しっていうか他のやつにやらせようかなって感じですよね。私は、100分の1とか1000分の1、もしかしたら万に1つかもしれないけども、可能性がゼロじゃないよね。ゼロじゃなくて、1でもあるんだったら、その1を信じて、ここに向かっていくのが希望だと思うんですよ。確かに勝ち目はないかもしれないけども、もっともっと不利になるだけかもしれない。でも俺やったぜ。やれるだけやったんだと。当たって砕けるじゃないけどもね。勝てる勝負しかしない。そんなくだらん人間にはならなかったぞっていうのを、今日からも、やっぱりね、示していきたいかなと思います。ですんでね、はっきり言って、私も自民党の公認を受けて、そして選挙に出れば勝てるかもしれないですよ、それは。公明党の公認を受けることは、そんなに難しくないかもしれない。そうすると、公明党のね、票ってのは、もうやっぱり数万票ってありますからね、私は県議とか市議ぐらいにはスッとなれると思いますよ。いや、誇張じゃなくってね。で、そっちで自分の就職活動のために政治家になるのかって言ったら、そんな理由ではなりたくないですね。私はね、この日本という国で、自力では何ともできないと。苦しんでる人がいる。助けてくれっていう人がいる。その人に自分のビジネスで助けられなかった部分を、政治によって助けられないかな。借金チャラみたいなね。こんなこととかね。
消費税ゼロみたいな、こんなこととかはね、私のビジネスではどうにもなりませんよ。でも政治ってのは仕組みそのものを変えられますから、今苦しんでる人を幸せにすることができるんですよ。しかも本人の努力なしにそういった状態の人をくるっと変えることができる、そう思ってます。なんでこういうことを言うかっていうと、私はね、自分自身を信頼してないわけですよ。どういう意味かっていうと、いきなりモチベーションが落ちるかもしれないし、いきなり体が悪くなるかもしれないし、いきなり心臓が止まるかもしれないんですよ。だってこのね、自分の生命とか身体の動きってコントロールしにくいんですよね。急にモチベーションが落ちることってみんなあるんですよ。急にやる気がなくなっちゃった、今日はなんか急に腰が痛くなったみたいなね。いつもこのやる気マックス、フルマックスの状態が保てるだろうかと。これ山太郎さんも言いますけども、いつね、体が動かなくなるかもしれない、いつ障害を負うかもしれない、みんなですよ、みんなそうなんだよ。そんな時に自己責任だよ、自己責任だよって言った人は急に社会に助けてもらおうってなるでしょ。だから体が動けるうちに、自分が不自由になった時に安心できるセーフティーネットを作っておきましょうってことなんですよね。いきなり自分の身が不自由になった時にセーフティーネット作りましょうって もうできないんだから。だから動けるうちに、自分のために、自分が万が一の時のためにセーフティーネットをたくさん作っておく。こんな弱者を苦しめるような制度をどんどんなくしていくね。そういう風にしていくことなんじゃないかなと思うんですよ。俺はなんとかなってるから、まあかわいそうな人はほっとこうかな、それも一つの考え方ですよ。でもずっとこうではないんですよ。私もいつかね、自分のビジネスが急に売れなくなるかもしれません。自分のトレードが一気に、利益を出せなくなるかもしれない。自分の持ってる資産が消えてしまうかもしれない。盗まれるかもしれない。ハッキングされるかもしれない。そういった恐怖があって、自分自身のことをそこまで信頼してないんですよ。信頼してないからリスクヘッジをするんですよ。信頼してないから、この男に託そう、この人についていこうっていう精神も今でもあるんですよね。でもついていく以上、私はただ飯を食らわしてつもりではないわけですよ。ただ飯を食らわしてくれっていうつもりはない。俺にもできることをできるうちはやるぜってことですよね。はい、かっこいい勇ましいこと言いましたけどもね、今日もそんな気持ちで向かっていこうかと思います。いってらっしゃい。